こんにちは、はるにゃんです。今回は鮮やかなブルーラインが決め手の夏メイクをやってみました。それでは夏メイクレッツスタート。今回はロレアルパリのラパレットヌードを使います。まずはホワイトカラーをまぶた全体に塗り、目元を明るくしていきます。次にツヤ感のあるベージュシャドウをアイホール全体に塗っていきましょう。次にブラウンシャドウをブレンディングブラシで目尻にポンポンとのせるように塗り、うっすらと影を作ります。さらに濃いブラウンシャドウを目尻に入れ、よくぼかしてより奥行きのあるくっきりとした目元に仕上げていきます。そして次にこちらのライナーを上下に入れていきます。こちらのライナーは芯が滑らかで描き心地が柔らかくて、ラインがとっても入れやすいです。続いて前回でも使用したスーパーライナーウルトラシャープライナーでアイラインを引いていきます。今回は下まぶたのブルーが主役なので、上のラインは目の隙間を埋め、目の形に沿って描き、目尻ははみ出さないようにします。このライナーも細い線が綺麗に描けて、私本当にお気に入りです。そして今回のメインアイテム、鮮やかなターコイズブルーライナーを目頭を少し残して下まぶたに入れていきます。一気に引かないで少しずつ描き足しながら引いていくと綺麗に入れることができます。そして目尻は少しはみ出しておきましょう。そして細いブラシでラインをなじませていきます。目尻のラインも跳ね上げ気味にブラシを動かし整えます。続いて最初に使ったホワイトシャドウを目頭のハイライトに入れます。ビューラーでまつげを上げたら上下にマスカラを塗っていきます。こちらも前回使用したんですけども、めちゃくちゃバサバサ綺麗なまつげに仕上がりますよ。そして次はチークです。今回は2色使いしていきます。まずはピーチカラーを頬の高いところからこめかみに向かって塗っていきます。そして次に夏にとっても映えそうなこのオレンジカラーを頬の高いところから楕円状に塗っていきます。このオレンジカラーは見ての通り、はい、私とっても好みです。そして仕上げのリップはオーディナリールージュのビビッドなオレンジリップを塗っていきます。このカラーも見ての通り、私めちゃくちゃお気に入りカラーです。夏には絶対つけたい一本ですね。そして今回はスタイリングにエクストラオーディナリーオイルエクアアンペリアルでまとまりやすいしっとりした髪に仕上げて完成です。フレンチローズの香りがふわっと香って、つけた瞬間からハッピーな気持ちになれます。
そして先ほど紹介したリップなんですけれども、もう少しリップの色味を抑えたい方は701番のシナモンガールというカラーもおすすめです。落ち着いたヌードベージュでブルーラインが引き立って落ち着いた大人な印象になります。ぜひ試してみてくださいね。